地図ライズシティ池袋は東京都豊島区東池袋4丁目で施行された市街地再開発地区の名称。2007年1月完成。池袋駅の南東約700メートルにある約2.7ヘクタールの地区でサンシャインシティの南側、サンシャインシティと東京メトロ、東池袋駅に挟まれた場所にあり、東池袋駅とは地下連絡通路により直結している。 再開発以前は、街路が狭く細分化された土地に、低層木造住宅や小規模併用店舗等が混在する地区であったことから、土地の有効利用と防災面の向上を図るため、東池袋四丁目地区第一種市街地、再開発事業が計画され、業務棟、ライズアリーナビル及び住宅棟、エアライズタワーが建設された。1988年から、 市街地再開発へ向けた協議が開始され、1994年に施行者となる東池袋四丁目地区市街地再開発組合が設立された。その後、地権者の合意形成と事業計画、都市計画の変更を経て、2002年11月に権利変換の計画が認可され、2004年2月に工事着工、2007年1月に竣工した。 北東側に隣接する東池袋4丁目第2地区第1種市街地再開発事業が都市再生機構により施行され、地上52階建ての高層住居、業務複合ビルであるアウルタワーが建設された。第2地区はサンシャイン式に隣接しており、アウルタワーと同時に建設された東池袋地下通路の開通により、ライズシティ池袋からアウルタワーを経て、 サンシャイン式との間が地下道で結ばれた。また、2015年5月には、豊島区役所、マンション、ブリリアタワー池袋や、商業施設などが入居する複合施設と島、ま、エコミューゼタウンと東池袋駅を介した地下通路で接続されている。ありがとうございます。